お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、グラチャで準賞したんで、まあ、そちらのねデッキを紹介していきたいなと思います。で、まあ、それがこちらのデッキなんですけど、ですね、まあなんだろう、神器、一応神器風な感じのデッキで、まあ小銃ババを主体として攻めるデッキになっていますね。で、まあなんだろうな、特徴としてはアイゴレとかがなくて、まあ、ユーノランバーのハンターっていうこの火力、もうなんか攻めに特化した感じのデッキですね。で、あとはホバリングも入ってるからのサンスペのフリーズ、まあ、あのちょっとまああんま見ないかもしれないですけど、まあこれはですね、一応まあ自作で適当になんか最近なんか強いやつをぶち込んだら、まあ、こんな感じになって、1回目たまたまねグラチャで12勝で11勝無敗まで行ったんですよ。11勝無敗まで行ったんだけど、結局そっから迫撃に2連敗して、でまあ一応最後ね勝って12勝2敗って感じで、まあなんとかグラチャで勝てたやつで、でまたそれやったんですよ。やったら今9勝無敗まで来てるから、結構ね勝率としては良くて、そんなになんか迫撃に以外にマジで今負けてないんですよね。迫撃にしか負けてなくて、なんだろうな、迫撃、ここだ、ここの迫撃だに負けたんですよね。迫撃にしか負けてない、迫撃にしかマジで負けてなくて、なんだろうなんか何が強いって言われるとよくわかんないんですけど、まあ結局フリーズ本当に、まあ、フリーズがただ強いだけのデッキってデッキなんですけど、まあ今のグラチャレのバルーンとか、なんだろう、まあ、バルーンかとか遅延環境に対してすごい合ってるのだと思いますね。なんか今バルフリか、あとペッカだ、バルフリとペッカがいると思うんですけど、そこに対してまあ負けないですね。まあ戦ってても負けそんなこともないですし、バルーンメタみたいなとこありますね。あとはペッカ、そのなんだろうな、もうバルーン、そう、フリーズが、結局、もう最終がフリーズ。絶対フリーズなんですけど、もう、長いな。フリーズが強すぎて、フリーズしかいないんですけど、で、そのフリーズに対してどうやって勝つのかって言ったら、まあ一つエリポン。エリポンだけど、まあ簡単にね、フリーズの対策をするならば、フリーズですね。おや、気がしません。で、もう、相手のフリーズに対して、のメタが結局フリーズなんで、まあ、フリーズでただ対抗していくって感じですね。もう、フリーズが、ただ壊れてるだけなんですけど、今。だから、なんかスペルとか迷ったり、っていうか、もう、ファイボとかのデッキでもフリーズにしちまえば、そんだけで強いまでありますね。やば、こいつ。めちゃくちゃ、引き分け願ってくるっすね。よいしょ。で、まあなんだろうな、結構ユーノとか小ジョババとかも結構攻めていいデッキだと僕はこれ思ってますね。なんか攻めすぎぐらいが本当にちょうどいいぐらいで、これ前ってリクないでしょ、だってあったいたわ。でこれだってもうホバリングが無双になるっすからね。あとエレキとガゴ、相手はペッカゴージョンのテンプレなんで、エレキガゴ再処理してしまえばホバリング無双で、もう攻めすぎてもフリーズとロリババが覚える、ランバーもかイギスネグで高いから余裕で守れちゃうんですよね。よいしょ、ガンガン攻めますね。もう攻めてフリーズで1本折っちゃったらその後も防衛楽勝ですし、よいしょ、これホバリングじゃなかったです。まあ、しかもいい、あ、これこの相手のこのポイズン多分甘えですね。多分結構コストが一緒ぐらいいますで、OK。早い！ね、まあ、これはロリババで守って、よいしょ。これは危ないです。はい。で、ユーノで受けちゃう。はい。で、まあ、フリーズをね、相手は僕が持ってることは知らないんで、まあ、タイミング見て、刺していきたいなと思いますね。まあ、最悪防衛から、防衛で使ってバレてもいいんでね。よいしょ。で、多分これに対してワンチャンペッカ効きますね。
で、これに対してフリーズしたら、もう小島ババがガイン入って、よいしょ。あー。攻めすぎじゃねって、多分思われるんですけど、まあ、ちょっと本当にそれ。ちょっと本当にそれ。ちょい焦りぐらいですね。よいしょ。まあでも。まあでも。みたいなとこあります。一応ザップって止めて、オッケー。この、レイジ防衛。強いですね。なんか、使っててでいいか、なんか雰囲気何が強いのみたいな感じなんだけど、マジ一回使ってみてください。騙されたと思って。一回ね。マジで、まあ、今自分使っててなんで勝てるんだろうって考えるんですけど、あんまわかんないです。あんまわかんないけど勝てるんですよね。よいしょ。これもうフルカウンターですね。相手このポイズン甘いです。これもペックかエレキってフリーズで終わりっす。ポチッとな。気持ちザップでも打っとけば、よいしょ。変わんないか。溶かしますね。やばい。気持ちロリーで、ご了承タイムですね。よいしょ。こういうことです。もう、なんかね、んって、なんで勝ったんだろうって、どうやって勝てるんだろうって思うと思うんですけど、一回使ってみてください。勝てます。はい。マジで適当だわ。いや、マジで、なんだろうな。本当になんかこの、一つ一つの、パワーが強い。一枚、カード、ん?単体でも強いやつをぶち込んだだけ。だけど、まあ、それがすごい強くなっちゃってますね。大体なんだこれ?ラバにギャング入ってる。あ、テンプレラバルとか?ですね。これ守れないんで、もうこの瞬間攻めますね。最悪これ、弾けた時にフリーズして、守りたいけど、間に合わないか。いや、一応やるか。そしたら、ちょっとは抑えれる気がする。ザップも、いや、いらないか。ちょいやっちまるよですね。ハンターがあれば全然違ったんだけど、回ってなかったです。あ、終わった。いや、危ない。相手のディガーの位置がそこで助かりましたね。で、相手は、ギャング持ってたから、ラバルガゴガゴディガーですね。これギャングさえ一枚は言うのが入りますね。お、優秀なハンター。で、ガゴかな。たぶんあとラバガゴガゴ、ギャングディガー。あ、違う、スケブあったな。ってことは、スケブ咲いた後のランバーが相手は止まんないですね。スケブギャング咲いたんで。おえぐいデッキだな、相手が。えぐい。えぐちですね、これ。ワンチャンファイブない説。来た。相手ファイブない説を僕は唱えます。ちょっとずれた。ちょっとずれた。ファイブないですね。ラバガゴガゴ、あの、ギャング、スケブ、ディガー、ザップか、あ、ヤナメだった。ファイブないんで、これはフリーズボイスしまえば勝ちですね。オッケー。フリーズボイで勝ちですね。カモン、これよ。だって、おかしくね?これが止まっちゃうんですよ、これが。で、相手振り、あれ、ファイブないから、これで終わりっすね。お疲れ。はい。やばくないっすか?今の、だって、ファイブでも、ファイブでも、まあ、いいわけじゃなくて、本当に。おかしいぐらい強くないっすか?マジでやばいっすね、今の。今のマジでやばい。大体これ、ヤナーム打つしかなくなるから、この間に攻めてあげて、振り捕まえて、OK。これよ。おかしくないっすか?これでガゴムで飛ぶでしょ、だって。フリーズザップで。やばくないっすか、マジで。フリーズ、これ見て、完全、なぜ勝てたか。フリーズです。やばいっすよ。マジでやばい。迫撃にしか負けてないっすね、今。マジでやばい。しかも、多分このサムってやつ、ワンチャングラチャで結構有名なやつなの。ちゃうか。でも、4000勝で、20万だから、まあ、普通にサブアクアス。やばい。いや、マジで、今10勝も、はい。これでラスト。勝って。また12勝したいですね。2連チャン。しかも無敗。やばい。マジでやばい。なんでってなるけど。
やばいですね。フリーズゲーが、フリーズゲート化してます。とりあえず困ったらフリーズ使いましょう、マジで。何のデッキでもフリーズ入れとけば安牌まであります。よいしょ。で、なんだろう。マッチング長いな。そう、三重視。そう、このデッキの、まあ、敵ではないんですけど、まあ、ちょっと厄介な敵。厄介な相手がですね、まあ、焼き鳥みたいな感じ、厄介なやつが、まあ、三重視なんですけど、まあ、エリポンですね、問題。エリポンがフリーズだから壊せないっていうのがあるんだけど、それももう立ち回り次第ですごい余裕で勝てて、とですね、もう、フル固めします。今の三重視だと、基本的に5はない、と捉えてよくて、前のロイフグ三種とかだったら5あったんだけど、今の三重視は、結構5があんま見られないんで、もう本当に固めますね。ケツからハンターとか出して、固めて、もうめちゃくちゃ固めます。もう同際に固めて、でもそのまま攻めてフリーズ、それだけ。相手が三重視2体とかやってくると思うんですけど、1体とか。もうそれ攻めて、相手がなんか防衛出してきたのを、またそこでね、フリーズでもう1本折っちゃえば、こっちが攻めちゃえば、基本的にまあ相手が防衛に回ってくれるんですよね。そしたら、相手がね、この端前から2体、トゥトゥトゥンと来たやつとかでも、もうロリババだけで30勝処理して、ほぼダメージも抑えれますね。一発とかかな2発か。抑えれて、こっちはタワー折れるレベルまで、削ることができちゃう。ってやつですね。まあでも、まあそこで、相手が攻めてきたらうまい。うまいですね。そういう時は、しっかりランバーとか、ランバーロリボットを使ってね、うまく防衛するのが、すごいいいんですけどね。で、まあ、その1回の攻防が終わった後に、エリポン置かれたら、そこで、まあ、すぐ攻めるんじゃなくて、ゆっくりですね、後ろからまた固めます。で、相手がエリポン置いた後に、また30周後ろから展開してくるかもしれないんですけど、こっちはね、フル固めのフリーズ攻めしちまえば、100折れるんで、マジで。折れるんでね、フル固め攻めのもう攻撃しちまえば勝ちゲーですね。長い、来た、おや、なんか可愛い名前します。さあ、ロリザップ、ペッカがいいな。ペッカがめちゃくちゃ美味しい。迫撃だと今2回負けてるからちょい厄介ですね。それ以外にはマジで負けてないんで、わかんない、それ。あい、これ、ああ。そうだ、ホグもきついかもしんない。ホグがきついわ。ホグが一発絶対入るんで、このデッキだと。よいしょ。で、三重視です。これフリーズしたいですね。やばい。いや、いらないか。ああ。そう。フリーズゲー、フリーズが強いからしょうがないですね、これは。で、こうなった時に相手にエリポン置かれちゃうんですよね。そうで、これは後ろからハンターとかで組み立てたいけど、まあ、ハンターがなかったから微妙な攻めになるんですけど、まあ、微妙攻めで、よいしょ。で、真下にハンター来るかな。いや、これ多分ホバリング生きるくない。あ、生きないか。ちょっとザップでエリポンダメージ与えます。よいしょ。でもこれは相手も同じで、多分相手は普通にフリーズでここ固めてくるっていうパターンもありますけど、やば、ちょいランバーが早すぎた。言うて強い、やばくないですか、この防衛力。フリーズ今使ってないですからね。困ったらあれ、フリーズ防衛も全然ありなんでね。これフル固めしますね。後ろから固めて、これフリーズで攻めます。攻めたい。で、真ん中三種来たら、あ、来ない。あ、待って、サイクやった。いや、言うてやったけどもみたいな。まあ、ダメージをね、稼ぎたいですね。ホバリング、これ多分無双してくんないか。そう、これもエリポン無視です。エリポンは無視、これ大事ですね。相手多分ワンチャン真ん中三種来る。いや、これ美味しい。これめちゃくちゃ美味しいですね。で、攻めるんですけど、相手のフリーズボーイがすごい厄介。
ほい、これこうなっちゃうんですよね。でもこうなったら相手のこの逆サイドマスケとかは楽に防衛できるんですよね。よいしょ、だこれを繰り返しますね。あー、いいフリーズ。これ僕のランバー巻き込まれてたらやられてたっすね。ちょいと危ない危ない、てかやばい、めちゃくちゃうまい。冬の突進してきたらフリーズかな。よいしょ、でも相手もしてくる仲良しかよ。これはちょいえぐち、マジでやばい。あのエリアドがいや、これ美味しい。やばい、美味しくなかった。あ、振り作る、やめて。あー、ちょっと待って、まだ参る。そういうことですね結局まあこれはね、まあ、そう簡単には順調させないよってやつですね。やばいですね、普通にうまかったですね。1600勝だ、めちゃくちゃ初心者なくてね。よし、ってなわけでラストにしますか。これ勝って終わりにしたいと思いますね。でもこれ勝てば普通に12勝2連続だし、まあ、30勝もな、勝てないことはないと思うんですよね。今みたいに惜しかった、全然惜しかったっていうか、普通に今まで勝てたから、もうフル固めですね、フル固め。でも相手もフリーズあった。そう、フリーズ、僕がフリーズでやったとてフリーズ防衛されちゃうともう意味ないんでね、何もなかったことになる。だからフリーズのメタは本当にフリーズです。これは相手はロイジャイかな。オーブンってロイかスケラの2種しかないですね。まだわかんないですね。よいしょ、でハンターで、そう、スケラもスケフリーされてもこのロリババとザップ2枚やるから結構あの防衛しやすいんですよね。これちょいやばいかも。ファイブ打たれてる前。うわ、外した。そう、ホバリングの強み。相手がファイブ外す。いや、マジでこれ大事。すごい大事で、ホバリングの出す位置とかで、ちょっと相手のファイブミスを誘うとかもできるんですよね。この真ん中の辺、わかりますかね。タワーと巻き込んで相手はファイブを打ちたいじゃないですか。この辺に出したら、ここに、ファイヤーボール打ってくるんですけど、ちょっとホバリング一マス進んだりもするんですよね、相手のユニットを処理して。だからもうこの辺意外とこのタワーとファイボ間隔ぐらい開けてホバリングとか出してあげると結構相手のミスを誘うこととかもできます、ね、これはレイジに乗せて、あ、戻ってくんな。はいはいはい、で、こういうの入るでしょ、まあ、相手許容ですね。これはさてはチャンスゲーム。これ見したい。これフリーズワンチャン。てか普通にかける。もうこれで今入ってますね。あはー、これやった。これやばい。ちょっと調子乗った。ちょっと調子乗ったけど、このハンターとランバーの2種類編成ですね。2種。2枚が強い。基本的にどっちかしか入ってないけど、両方入れちゃいましたね。で、今これオーブンで防衛される、エレキだったらフリーズします。うん、まあ、誘ったまでありますね。オーブン消して、これワンチャンフリーズ防衛ですね。リバーボコイ。あ、美味しい。これ、すべてはフリーズ。フリーズによって変わる。あー、相手の早期処理はうまい。で、今でもあれがあるんですよね。縦線とかあるから。縦線。陸が多いんですよね、相手。これもフリーズ覚えしますね。なんか来るから。いや、いらない。一回我慢。一回我慢。あー、待って、やばい。一回我慢。ワンチャン入るくね、やばい、やめて。スタート500。
これは防衛しねえな、分かってます。まあ、いい防衛まであるっすけど、さああと500、やばい、やめて、お前ふざけんな。それはやったけど、ワンちゃんのこの、はい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 、イチャイチャが続きますね。イチャイチャが続いてる。これはまた取ってフリーズちゃんとして、ワンチャンハンターも出そう。オッケー。これレイジハンター大きい。これユーナがオーブン突進で壊す。おお違う。え奇跡ある、あるあるある。勝った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 。からの、あーやばい。名前で結構苦しくね。言うてなの。言うてなと。ちょっと俺に勝ちをちょうだい。ワンチャン姉妹とかで。これやばくないですか。バレてない。あバレた。やばい、これロイジャー来たらやばい。ちょっとしゃしゃったかな。でもあんなことしないと通んないまだあるっすね、マジで。こいつはロイジャー読み出して、これザップ打つ。痛いけどこれ多分縦線かも。いや、ワンチャンあるよ、マジであるよ。長い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 。ホバリング、ワンチャン、こういう端前ホバリング結構むずいですからね、防衛。ハンター工場。やばい。あ、30秒。やめて、これ引き分けだとね、長くなっちゃうんですよ。フリーズ防衛。ふぅ、これ引き分けですね。相手がもう引き分けに持ってきましたね。まあ、うまい、いい立ち回りですね、もう。引き分けを狙うとか言って最後に持ってかれちゃう、よくあるやつ。え？無理でしょ。いやー、マジかー。あと、両サイ、よっ。グッドゲーム。おや？おや？マジ？俺参戦パパパってやって、あのグラチャで12勝して終わる予定だったんだけど、めちゃくちゃ粘られますね。でこの相手は多分結構強いプレイヤーですね。もうやばい、このワーブイっていうところが強い場であるし、30死だったらマジで泣きたい場である。さあ、おいやー、まだわかんない、まだわかんない、まだわかんない。三子か、ペックか。このガゴ型のフリーズ三子もあるんですよね。いや、わかんねえ。左右に振ってね。左右に振って。いや、三重子やんけ。おい。うまい。マジでうまいです。けど、これさてチャンスゲーム。ゴー、こじばば。お、ポイズン。なんだそれ。あ。やば、早い。鬼早い。やば、落ちた。やば、あ、しかも今これ、これっすよ。この相手がこういうとこ見とかないといけないっす。今のアイゴルとかも絶対ギリギリじゃないですか。あの、普通に僕らがイチャイチャし合って、攻撃し合って、で、お互いコストなくて何も出せなくなった状態。からの相手、今アイゴルを無理やり出したっていうので、あの状況がもう苦しそう。っていうので、ああいう瞬間にユーノとかをパッて飛ばしてあげるだけで、このダメージを1000ぐらいのね、ダメージを稼いだりできるんでね、端前ランバーとかも全然すごいありだと思いますね。なので相手がちょっと、あれ苦しそうじゃねと思ったら、ワンチャンそう仕掛けてみるのもいいと思いますね。で、もし、それが失敗したとしても、あ、今のタイミングがダメだったんだなって分かるんでね、そしたらまた別のタイミングをしっかり見つければいいだけなんで、結構、まあ、攻めすぎレベルで結構チャレンジするのはすごい大事だと思いますね。その発見で次につながるんでね。さあ、もう最後12勝目はこれ楽勝ですね。イージーだけど、あれでもフリーズあるからワンチャン落とされちゃう。何なんだろう。ほいで相手も多分フリーズしてくるまであるっすね。もう見ててひどい。これ相手フラグアイ、これフェイクですか。まあまあまあ、
これはホバリングがしかも残るからのワンチャン。あーでもガゴいるか。いやこれ相手諦めたっす。やばそのガゴは甘えましたね。こんな感じだな。もう楽勝ですね。マジで。なんか、最近の結構流行り系のデッキには勝てる。まあ、3試合ちょっと例外で許してください。いや、もうシャシャって防衛しなかったけど、いいか。勝ちましたね。はい。ってなわけで、グラチャレ2連12勝。美味しいですね。マジでなんか、今見ないデッキだからこそすごい勝てると思うんでね、初見殺しで。マジで、おすすめですね。ぜひ、これね。フレンド追加してって言われてますね。マジでね、これだ。ちょっと一回、この1はなんか 1. なんちゃらデッキみたいなんで、じゃあ遊んでたんで、別でしてください。別として。はい。ということで、まあ終わりにしたいと思いますね。はい。こちらのデッキです。よければ、皆さんぜひ使ってみてください。というわけで、ちょっと長くなっちゃうんです。長くなっちゃったんですけど、まあ終わりにしたいと思いますね。チャンネル登録の方と、あと高評価の方、できればよろしくお願いします。で、明日です。明日、ちゃんとみかんおばあさんとのコラボをあげるんで、ぜひ、そちらも見ていただければいいなと思います。では、お疲れ様でした。